インド王の眼は、長江の眼目の眼科王の眼族に分類される。別名インドの眼。インド、パキスタン全長オス120センチメートル、メス90センチメートル。体上面は、高褐色で、黒い反転が入る。顔から、頸部、腹部にかけては白い。右腹や風切り葉の先端は白い。胞子の色彩は、単行色。オスは、頭頂が黒く。 胸部に黒い横縞が入る。種小妙にグリケヘプスは黒い頭ののい。メスは頭頂が褐色。頸部は灰色。胸部の横縞は不明瞭か横縞がない。草原や半砂漠地帯などに生息する。農耕地に飛来することもある。バッタ類やコガネムシ類などの昆虫、小型哺乳類、植物の根、イチゴ類などの果実、穀物などを食べる。 繁殖様式は乱生。繁殖期はインドでは雨季に当たる3から9月で、雨量が少ない年には繁殖しない。オスはディスプレイ場に集まり、1羽のオスが複数のメスと交尾を行う。地面を掘っただけのくぼみを巣にする。1回に1個の卵を産む。放卵と育成はメスのみが行う。ヒナは孵化してから1ヶ月ほどで飛翔できるようになる。農地開発や採掘。 道路建設、植林などによる生息地の破壊、農薬による影響、家畜による巣の踏みつけ、電線による衝突し、食用の狩猟やスポーツハンティングなどにより生息数は激減している。1975年のワシントン条約発行時には、ワシントン条約付属書2に、1979年にはワシントン条約付属書 i に掲載されている。 1969年における生息数は1260%、2008年における生息数は300%と推定されている。2012年の調査で89%は、2015年の調査では40%の確認が報告されている。ありがとうございます。